はい、大村ボートです。西日本スポーツ杯が行われています。7月18日海の日優勝戦ですね。まず優勝戦に出場する6人の、準優勝戦を走り終えた後のコメントを紹介していきます。1号艇が加瀬選手、足は上位、伸びの方がいいけど準優は船の帰りも良かった。そして2号艇が川崎選手、日増しに上向き、回り足が良くて伸びも負けないと思う。そして3号艇が山本選手、4日目の後半から乗り心地が良くなっている、伸びも悪くない。そして4号艇が小林選手、体幹は重いけど押す感じはある、バランスが取れて中堅くらい。そして5号艇が渡辺哲也選手ですね。順位は乗りやすかった、船の向きが良くてレースがしやすい。そして最後6号艇、別府選手、別府選手は回転が合わせきれていない、あえばバランスが取れて悪くないという、こういうコメントです。まあエンジンはもう文句なしですね。加瀬選手が出てます。まあもう文句なしです。でスタートも決まってます。3日目後半から0台スタート4連発、順位は0台じゃなかったんですがインからトップスタートで押し切りました。ですからまあ加瀬選手を信用して、相手も大馬2枚いますね。川崎、山本と岡山の2人がいます。ですから1-2-3、1-3-2という、まあこのここでおそらく船券が相当売れるだろうとは思います。で2号艇の川崎選手はまあ初日大きな着順並べましたが、そこからだいぶ立て直して、まあ伸びはともかく出足はまずまずしっかりしてきました。それから山本選手はレースは切れてますが、競った時の脆さがちょっと気になります。それから1本持ってますね、この人はフライングをね。川崎選手も実はスタートがあまり自信ないよというコメントも聞かれる今節ですから、スタートにちょっと不安なんですが、山本選手もまあそんなには飛び込んでいけないでしょうということで、まあ一応1-2-3、まあ、まあ2点も買えないので1-2-3にしましたが、まあ2と3そんなに差がない争いだと思います。1-2-3、1-3-2というここなんですが、狙いは小林選手ですね。もう1号艇はもうあの今節の動きだったら大丈夫だろうと思うんで、小林選手本人のコメントはまあ重い感じがあるけどあって中堅というコメント、コメントだけで言えばもう6人の中で一番悪そうなコメントなんですが、準優勝戦は、4コースから刺して前澤選手のまくりに乗っかって刺して3頭いっぱいかなと思ったら、地元の山口選手抜いて2頭に上がってきてますから、この2着が狙い目じゃないかな。で2-3としましたが、渡辺選手は今節3頭いっぱい取ってますし、それから別府選手も、準優勝戦では川崎選手にバックで詰めましたから、この辺も動きは悪くないだろうという判断で、まあ1-4でつくならまあ流したいし、2-3があまりにも安いなら5-6くっつけてまあ夢を見るっていう船券も面白いかなと思います。まあスタートも決まってて、エンジンも一番出ててってなればもう加瀬選手の押し切りが濃厚。あとはもう4番が入ってくるのは、これ小林選手はカード戦、まあおそらくカード戦で枠なりになりそうですが、カード戦でもあまりマクドルレースしてないんで、まあ全体にマクドルレースあまりしてないんで、順位も差しました4コースからね。ですからこれも道があればですが、展開つけばこんなに飛び込んでくれば、2番がスタートに自信がないよ、3番がフライング1本抱えてますよという状況ですから、しっかり行ってまあ繰り出しの展開で入ってきたら、この1-4っていうのが一つ狙い目になるんじゃないかと思っています。まあ信用しましょう1号艇加瀬選手を。ありがとうございます。